反蓄。反蓄とは、土を建材に持ち強く突き固める方法で、堅固な土壁や、建築の基礎部分を徐々に高く構築する工法を指す。もともと石灰分を多量に含んだ微粒子から成子の工法に著しく適した王土が、広く堆積した工画流域で古代から用いられ、特に発展を見せた工法である。なお、反蓄で作った壁等の構造物自体を指して、 半畜と呼ぶ場合もある。本来、半畜自体はほぼ土や石、歴と少量の石灰や稲藁等の凝固材の混合物でできているが、現在ではセメントを混ぜコンクリートに近い特性を持たせることも多い。半畜は非常に頑丈で、城壁や墳墓などの大規模な建造物をはじめ、道路や家屋などにも用いられてきた。中国では古代における 宮の城、頂城など大規模な工事での使用例も多いが、日本では主に家屋の壁や城郭の土塁などの建設に用いることが多い。日本ではすでに捨てれた方法だが、中国では採域などで安価かつ技術的に容易であり、粒子の細かい硬度が半築に適しているという点から現代でも多く用いられている。また半築は古代世界では日干しレンガなどと、 同様広く見られる手法であり、西洋でも民家や教会などに半築が見られ、現代建築においても外壁などに用いられる。こうしてまた土を入れて突き固める作業を続けていく。数十段重ねることにより、高い壁を作ることもできる。目標の高さに達したら枠板を外し完成である。日本では土類を半築で作る際に、表面を固く滑らかにするため、 枠板を外した後に外側を叩いて固くすることなどもした。半築に外側に石を築くことで石垣とすることも多かった。中国では堤防、城壁、土塁、家屋、寺院、墳墓、道路などあらゆる構造物に半築が用いられた。畑管時代に森林資源が枯渇し始め木材が高価になると構造物の建材は さらに可能な限り土を用い、半お及び土を焼き上げた線というレンガが使われた。古代から半畜を用いてきたのは、中原や山東地方などで、中原では、行商文化の後期には、観光と土類に囲まれた集落が出現した、とされる。また、紀元前2000年から1500年頃に栄えたとされる二里頭遺跡の宮殿跡には、祈壇や回廊。 城壁と見られる箇所に藩築が用いられていた。因、州の時代になると、巨大な都の城建築を、はじめさらに広い用途に、反築は用いられるようになり、土木、建築に広く活躍することになった。その後の長い中国の歴史の中で、この簡単で安価で頑丈な反築という工法は、信代の万里の長城や思考定量といった有名な巨大建造物から、 農民の家屋や塀に至るまで広く活用された。現代でも簡易な建物を作る際には、反築が用いられている。日本では家屋の壁に用いることもあったと推定されるが、多くは、墳墓や寺院の基礎部分、築地塀などの土塀、土類、地盤改良に用いられた。中国と違い、日本には、王土のような粒子の細かい土が少なく、多くは、魚油や、 石灰や藁などを混ぜることで補強とした。墳墓に反築を用いる例としては、吉野里遺跡の墳墓組や、巻む型前方公園墳に確認することができ、多くの古墳で用いられている。近年、高松塚古墳においても、反築の利用が確認された。古墳での利用は、寺院での技術の応用であると考えられている。寺院では、道儲の気団の地固めに反築を用いる。 木段の表面は石材で仕上げ、内部は深く掘り下げた後に、半築で強固に固めてある。法隆寺では、半築が多用され、多くの建物の下に、半築で強化された地盤がある。土塀の構築には現代でも、半築工法を用いることがある。平安系などでは、貴族の館の兵として、また時代が下っても、寺院や、交渉の屋敷の兵に多く用いられた。 土米より大規模な土類については、戦国時代以降の城郭に藩築が多く活用された。土で作る防類としては最も急峻な角度を形成することができた。藩築は地盤改良の手段としても古代などに多く用いられた。日本は古来、小宅地や地盤の柔らかい地域が多く、大規模な建築をする際には地盤改良の必要があり。 半築が用いられた。地面を硬い岩盤まで掘り下げ、そこから半築で硬く固めることにより、大規模な建築物に耐えうる地盤を作った。また近年では、イナックスが愛知県に土、ドロンコ館を建てた。この建物本体は、半築ではないが、壁にあたる部分等が半築である。ブータンでは、農家などの家屋に半築が多用される。築造方法は楽。 一階に盛る高さも5 0トル程度の場合がある。家屋の壁としては厚く、概ね5 0トルから1ルという築地平並みの厚さを持つ。構造としては建物自体は2階か3階建てで、地階から2階の下層階を半築で作る。地階は窓がほとんどなく、2階にも少ない。これは半築の持つ超音、上質機能を活用した倉庫や、 食料庫などに充ているためである。この構造の上に上部階を木造で建て、居住空間にあてる。一部は半築であることもあるが、半築は重いため、積み重ねるだけ下の木材端の壁が上を支えるために、厚くなるので、上部では多用されない。その外観は、土類の上に、平屋建てが乗っているようである。以下のものがある。日本では最近、ほとんど化学製品を使わない。 自然由来の方法である点や、半築の材料である土が持つ適度な調湿、調温機能から、その有効性を見直され研究が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。